こんにちは、サムゲタンです。本日7月15日にアルケランドにいくつかちっちゃいイベントなどの追加ありました。はい、そこちょっとざっくり触れようと思います。まず秘境の学院試練、こちらがボーナスドロップ、プラス2ってことかな、はい、っていう形になってます。ボーナスがあるときに戦闘また相当すると追加報酬を獲得できます。加護の祝福やイベント時にてボーナス回数を増やすことができます。ボーナス回数は次の日にリセットされます。はい、みたいな感じになってます。はい、で続いてもう一点が音楽堂の楽曲追加。はい、これは7月4日に、あれ7月4日関係ないっけ、音ゲーが追加されたっていう話でアップデートであったわけでね、確か7月4日だったと思います。はい、でここにガブリエルとうつせみのテーマ追加でプレイできますって書いてあるね。あ、これか、そうだね、わかんないかなと思ったけど曲とタイトルでわかった。この曲わかるのすごいな、あのシナリオとかやってるからかな。はい、うつせみの曲だよねこれ、イージーとハード。はい、デモン1個が、あ、もう1個じゃあこれってこと、これガブリエルのテーマってことなんだ。あー、テーマオブガブリエルってなってんね。え、ってことはさ、これさ、ガブリエルの存在知らない頃からこの曲って普通に存在してたよね多分。そういうことなんだね。はい、まあじゃあこの2個、わかりやすいこの赤オレンジのグラデーションみたいになっているこの2曲が追加っぽいです。はい、でこれちょっと補足すると、前コメントでも教えてもらったんだけど、実際に確認取れたのが、これハードモードをクリアするとここの実績、ここを受け取れるようになります。まあこんな感じでハード。あ、これあれだ、今回追加されたうつせみとガブリエルのテーマに関してはイージーモード1回演奏でも受け取れるってなってるね、ダイヤ。はい、まあ、ということでこれもぜひプレイしてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。ちょっと後でやってみよう。あ、まあとりあえず俺音ゲーとか下手だけど、それでもハードクリアできたのでそんな難しいものではないはずです。はい、続いて週末ログインプレゼント、ログインするだけで冒険に役立つアイテムをプレゼントっていうのが項目上がってます。1日目、まあ15日から16日にかけて相当の鏡かける10個ってことかな。はい、で2日目16日が相当の鏡10個、あ、同じだね。そして3日目高級サンドイッチかける2個、はい、ってなってます。これはだから普通にログインだけすれば勝手にメールで届くってものじゃないかなと思います。続いて課金アイテム販売パック一覧。はい、こちらもまあいつも触れてる通り無課金でやっているので、ちょっとショップに行って探してチェックっていうの自体が難しいと思うので、ちょっとこれも読み上げだけにします。しかもショップの画面しそうと思ったけど、あの子、あれこれはフェリーだっけ、あれフェリーではないんだっけ、フェリーじゃないかな、わかんないけど、うるさいからちょっとこの画面にしときます。はい、ざっくり週末サンドイッチパック160円、期間中1回購入か。そして続いて週末補充パック4900円、期間中2回購入か。そして週末装備パック1000円、期間中1回購入か。次にルーン豪華パック4100円、期間中2回購入か。そして海の日記念パック4100円、期間中1回購入か。あ、まあ、この内容は今画面映しているので、ここでちょっと判断してください。あとは概要欄にも、リンク、公式のやつ貼っておくので、このページ、記事のやつ。はい、そして以下のアイテムはショップアイテムダイヤより購入できます。あ、ダイヤで買えるものってことか。選択 SSR ルーン、ステンプでいいのかね。288ダイヤ、期間中5回。任意の部位の戦闘ルーンを、あー、そういうことか。あの、1から6のスロット選んで、できるってやつか。そして選択 SSR ルーン、聖剣288ダイヤ、こちらも期間中5回購入可能。さらにもう一個、これも同じ条件で、選択 SSR ルーン、高。はい。っていう風になってます。はい。一応今回の、イベント、追加内容っていうのはこんな感じになります。まあ、大きいものはなかったけど、まあ、細々したものだけど、ちょっと一応取り上げておきました。自分の把握も含めて。はい。こんな感じで、アップデートのタイミングとか、だいたい、動画、今のところ上げるようにしているので、あとは時々ライブ配信やったりとか、その他の動画、ストーリーとか進めたものに関しても、まあ、単純に実況しただけのものなんだけど、はい、だらだらやりつつ、まあ、ストーリー楽しみながら結構、好きでやっているので、はい、こんな感じで動画配信、実況などしているので、よかったら今のうちにチャンネル登録、フォローなどお願いします。はい、今回は以上です。ありがとうございました。